ーネスト・ヘミングウェイは戦争と平和かな、うん、の中でアーティザンの主人公のように比喩的な言語を避け、感覚的かつ現実的に彼の知覚を提示するために記述的な言葉だけを信頼しましたと、はい、あこれも海溝武史とね、あの闇三部作っていうのがあるんですけど、はい、ベトナム従軍して、うん、そこからヨーロッパに行って松戸を釣るみたいな、はい、うん、全部ね現実の描写なんですよ、はい、あのシートのくぼみとか、あ、はいはい、水の滴る音とか、うんうん、そういうのが全部バーって並べられていて、はい、僕はちょっとそれに感動するんですねあこの、はい、あで僕はそこから、うん、なんて言うんだろう、くぼみから、うん、なんて言うんだろう、匂いを嗅ぎ取るんですよ、はい、っていう味わい方をするんですけど、はい、多分 SP の人は違うんだなとか思いながら、書いてあることだけですよ、ね、書いてあるもう、はい、見たものすべてなんですよ、はい、でそう空想を挟まないみたいな、はい、で僕はそこに空想を挟むんですけど、はい、匂いがしたなら多分そこに匂いがしたっていうのがちゃんと書いてあるんですよ、 SP が書くとね、 SP が書くと、はい、そういう匂いって書いてあるんですよ、うんうん、で多分僕はそういう匂いからこんなことを思うよねって、うん、僕がそれを匂うんだとしたら、はいはい、うん、惨めだとか、はい、そういうのを味わうんですよ、うん、でそれを言った時に、はい、匂いなんて書いてないじゃないですかみたいな、あとかあの惨めとは書いてませんよみたいなツッコミが入るんだなと思います。で聞くことができない言葉がたくさんあり、最終的には場所の名前だけが尊厳を持っていたと、特定の数値、特定の日付、これらと名前のついているものがたくさんあり、最終的に場所の名前だけが尊厳を持っていましたと。だから、はい、名前は名前だと、うん、名前に意味はないと、名前は名前みたいなことを僕よく言いますよね、匂いにも意味はないと、はい、僕はそこに匂いに惨めとか、うん、そこに悲哀を感じるんですけど、うん、多分 SP はそれを楽しんでるんでしょうね、匂い、まあ、言葉は、例えば地下室の匂い、はい、地下室の横にネズミがいて、はい、藻があって、はい、俺はそこでパンをかじっている、はい、なんかナイフでチーズを削り、はい、それをこうやって食べる、はい、っていうのに、はい、僕は若干惨めさとか、はい、そこまで落ちぶれたっていうのを感じるんですけど、はい、多分 SP はそこに生きてる、生きてるですよ生きてる、はい、多分そこなのかなって、うん、いうのを感じています、はいはい、栄光、名誉、勇気、神聖など抽象的な言葉は、はい、村の具体的な名前、道路の数、うん、と並べて、なんて言うんでしょう、はい、まあ、同じ栄光も名誉も勇気も、はい、名古屋も東京もニューヨークも、はい、一緒だはい、はい、みたいなことなんですかね、はいはい、まあ、言葉だ、言葉、状況を説明するためのものじゃないですか、言葉。いやいや、東京にはいろいろ含まれるじゃないですか。東京っていう状況を説明するための東京ですよ。いやいや、と長渕が言いますよ、はい、花の都って言うじゃないですか、はい、死にたいくらいに憧れた花の都大東京です、はい、っていう言葉じゃないですかっていうとこなんですよね。死にたいぐらいに憧れた花の都大東京っていう言葉ですよ。それを説明してる。奥行きは感じなくていいんですね。それ以外に違うことを思ってるかどうか分かんないじゃないですか、僕には。なるほど、はい、そこでヘミングウェイは戦時中の幻惑感のトーンを捉えるために人工的に語尾を平坦にし文を単純化していったと、うん、あ、まあ、こういう書き方をヘミングウェイはしたってことですね、うん、なのでこのアーティザンの話し方ははるかに活気に満ち生き生きとした非伝統的な用語で満ちていますが、あまり抽象的ではないと、うん、SP は話し言葉にカラフルなフレーズや最新の用語を使うのが好きで、ヒップなフレーズを素早く拾いますと。出発だ、無理だ、わかる、はい、隊長がよくここで僕に言う、はい、わかりますっていう、はい、この分かりますを聞くと、はい、僕はどうしてもね、はい、なんかちょっと小バカにした印象を受けるんですよね。ああ、分かりますけど、分かりますは分かりますかっていう確認じゃないですかちょっと小バカにしてますよ。分かります、小バカにする要素は、まあ、その時の状況にあるかもしれないですけど、はい、その言葉自体に小バカにする要素は一切含まれてないって感じですよ。
気持ちに含まれてることはあったりなかったりする可能性はあるけど、はい、でイメージを表現しようとするとき、彼らは迅速で感覚的な形容詞、滑らか、クール、シャープ、まあ、これちょっとアメリカ、イギリスの話なので、はい、を使用する傾向があり、またかなり効果的な例え話を使用して物事がどのようなものかを説明します。赤ちゃんからキャンディーを取るようなみたいなことが書いてあります、うん、例え話って話です、ね、もうすごい、はい、なんて言うんでしょう、赤ちゃんからキャンディーを取るような、うん、っていうのが思い描きやすい、思い描きやすいみたいなことなんですかね、はい、6月の湿った大地の匂いとか、はい、っていう感じのことは言わないんでしょうね。まあそれはそのまま受け取りますけどねっていう。あ、でも僕が言いたいのとは受け取られ方は変わりますもんね、多分、はい、6月に本当になんか雨の降った日の匂いを伝えたいみたいな時はそうやって言うかもしれないけど違う、そういうことじゃなくてさって、はい、いうのが出てくるんですよ、はいはい、っていう感じだと思うんですよ。なんか6月の陰鬱した気持ちもそこに入れてほしいんですよ、はい、そしたらそういう表現をするみたいなっていうのは拾ってくれないんですもんね、はいはい、で彼ら実用的なツールの使用なので、今度はアーティザンが使うツールなので、功利主義ですね、はい、彼らの目標を実現するとき、彼らまたは彼らが言うようにやってみる、はい、やってみる、はい、っていうとき、うん、アーティザンは主に何がうまくいくか、うん、何が合うかに興味を持ち、うん、社会的な承認を受けることは、うん、二の次だと、はい、あ、そうなんだ、はい、あのカーシーが言うように、はい、単語アートのルートは、うん、ルーツは一緒に合わせるという意味であり、 SP のアーティストは自分の作品を芸術作品と呼びますと。これらすべてがアーティザンに興味を持たせるためには何が役立つ必要かを示唆していると、うん、即座に役立ち具体的に役立つものでなければ、うん、誰がそれを必要としますか、はい、目的に合わない行動が目標に向かって発展しない場合、それをなぜ行うのでしょうか。 NT タイプも SP と同様にこの実用的で何でもうまくいく心構えを共有しているが、具体的な実用性と抽象的な実用性は異なると、はい、SP-NT は同様に手段と目的の関係を詳細に計画しないでしょうと、うん、アーティザン職人たちは単純かつ迷いなく選択した操作を試しテストし、試してみるか使用クルーズにかけると、それが機能すれば使っていくし、うん、機能しなければ二の考えを抱かずに、はい、そのままも置いとくと、うん、なるほど、まあ、やった方が早いって感じですよね。あ、それは、はい、それはそう思います、うん、はい、でやってみるっていう経験を重要視するみたいな、これがうまくいくのかどうかで、そこで羨ましいのは、はい、それがうまくいかなかった時に、うん、落ち込まないですもんね。だからこれ絶対うまくいくではないですからね、これうまくいくかどうかやってみようってだけの話ですからね落ち込む要素はないんですよ。ここが羨ましいんですよ、はい、もうなんか多分私だと、うん、やってみてダメだったとするじゃないですか、はい、まあ、やってみますよ、はい、ダメだったとすると、うん、なんか俺だからダメだったのかとか、他の人はうまくいってるのにとか、はい、そこ理想が入ってるからこういうのがついてくるんですよ、はい、で、まあ、ちょっとスポットライトが当たってるんですけど、はい、悲劇のヒロインみたいなその理想みたいなのがあるからですよね、きっと。これがねちょっと羨ましいところではあるんですけどね、はい、実用的な性格のためアーティザンは他の人が不可能と考えるかもしれない道に踏み込み、問題に取り組み、取引を行い、障害をクリアし、障壁を取り扱い、成功に至るため必要なことを何でも、それが許可されているか否かに関わらず、はい、実行しますと、はい、有名な国務省の交渉官の一人はこの、まあ、そういう SP の特性を示してきましたと、はい、まあ、っていうこのアーティザンにとって高尚な憶測はなく深い意味や内省もないと、うん、プロトコル、科学的な探求、内面への探求を他の人に委ねますと、はい、SP は実際の現実世界で実際に起こること、何がうまくいくか、うん、何が報酬をもたらすかに焦点を当て、はい、誰のつま先に踏み込むか、
どのような変則が関与しているか、またなぜことが起こるかには焦点を当てませんと、はい、もう今目の前に起こっていて何がうまくいくかが全てだと、はい、全てだ。これ現代で最強じゃないですか。そんなこともないじゃないですか。なんか泥臭く生きていくにはだって最強なのかもしれないですよね。腐肉も食えるみたいな、はいはい、落ち込まない、落ち込まないっていうのがこのアーティザンの実用的なツールの使用では、アーティザンが得意とする戦術的な知性、はい、アーティザンが最も得意でよく行うことは戦術的な方法で直近の環境に取り組むことだと。戦術は現在地の自分の立場を向上させるための動きをする芸術ですと。それらの動きはキャンバスにオイルを塗ること、好天、悪い天気で飛行すること、うん、ファーストブレイクでバスケットボールをディッシュすること、なんかそういう技があるんですかね。戦場で小競り合いをすることであっても現在地で最大の利点をもたらす特定のアクションを思いつくことができ成功をもたらしますと。あ、どんな悪い状況でもやるっていうことを見つけて、はい、それがどんなにリスキーでも行動して利点を持ってくるってことですね。まあ、今できることですよね多分。で実際 SP の戦闘指導者は SP の画家パイロット、アクションを思いつくことができると。あ、実際にもそういう現場にもいろんな SP のタイプがいるってことが書いてあります、うん、しかし、SP の SP 型の戦術的な知性はこの体育的なところとか、はい、戦争みたいな、うん、あのまあ、アメリカの話なのでね、はいはい、まあ、軍隊的なところ、うん、美術スタジオに限定されるわけではないと、うん、アーティザンっていうのは偉大なパフォーマーであるので、例えばこのルイ・アームストロングとかマーロン・ブロンだとか、ジーン・ケリーとか、うん、そういう俳優とかジャズミュージシャンとか、まあ、セオドア・ルーズベルトとか、うん、政治家とかジョン・ F ・ケネディもそうだと、うん、なるほどね。この鋭い知覚は4つの気質の中で天然の収集家または物乞いであり、物乞いって、まあ、まあ古事記的なところですね、はい、まあ、狐ですから、うん、腐った肉も食いますから、はい、あらゆる利用可能なリソースを見つけ出し、うん、何らかの利益を上げる非凡な能力を持っていると、うん、大脱走とか太陽の帝国などの映画は戦争の捕虜としてアーティザンの収集家の驚異的な技術を描いていますと、うん、あ、大脱走のスティーブ・マックイーンですね、はい、あのスプーン一本で穴を掘って、はいはい、あ、っていうと、まあ、あれもショーシャンクもそうですよね、うん、まあ、何ができるかトンカチが欲しいって言って、はいはい、でトンカチを手に入れるにはどうしたらいいかとかあいつもまあそんな感じですよ、はい、多分、うん、しかし戦場でも舞台でも企業の役員室でも、SP はあらゆる種類の装置を使って操作しており、ペイントブラシからバスケットボール、戦車、俳優もまた自分の声を楽器と呼び、コメディアンは観客とのスキルを部屋で働いていると表現すると、うん、アーティザンは全ての装置を迅速に処理し即興で対処することができると。彼らの関心は常に装置と一緒に作業することだと、うん、でまたスキルは練習によって習得されるので、うん、練習しなければスキルは身につかず、たくさん練習すればたくさんのスキルが身につくと、うん、どんなスキルも練習を欠いて養分を失うと次第に衰え、同じスキルは練習で鍛えられるほど増えていくと、うん、それが法則だよと、うん、でアーティザンっていうのはこの生涯にわたる戦術的な行動への興味が戦略的なスキルの日常的な練習を活発化し、うん、戦術的なスキルが向上すると興味もそれに応じて増加していくと、うん、練習の量で正確に測定されるなんてことが、はい、なんでまあここで書いてある通りこのアーティザンの人たちは、うん、やっぱどっちかというと行動寄りなところに、はい、なんか得意なものが描かれていて、うんうん、なんていうことが書いてあります、